はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。エッティブログです。私たちは養老の滝に行きます。ちょうど今岐阜県に入りました。周りはちょっと暗いです。雨ですよ。雨が降ってくる可能性があります。雨がもう、りなさんが雨女なので雨が降ってくる可能性があります。高いです。俺晴れ男なので私はタカと一緒に行かないといつも晴れだよ。俺も一人で行くと大体晴れだよ。じゃあ、おい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 、何をあくびしてる。眠たいから。昨日何時間寝たの教えてあげて。12時間ぐらい寝てたよ。12時間なわけないでしょ。俺の横で12時間ぐらい寝てたよ。俺が仕事してる間に。タカ何も仕事してないよ。タカ隣でぐっすり寝たよ。レナが今日勝手に俺のことを叩き起こしたから。は？15分おきにパカー朝だよって10時から起こそうとしたよ。ノイローゼになるよ。うん、私もタカが起きてくれないのがノイローゼになるよ。そうじゃん、2人でノイローゼね。そうだよ。幸せなカップルだね。ノになってるね。レナが道を間違えてるから迷子になってるよ。養老の滝駐車場右。じゃあ右に行ってください。こっちかな。この天気の中で誰もいないんじゃない？今日独り占めだよ。養老の滝独り占めだよ。プライベート。あ、養老の滝って泳げるんじゃない？中。は？よし、俺パンツ一丁で泳ごう。じゃあは、どうぞ。あ、到着。岐阜県養老町養老の滝。じゃじゃーん、めっちゃ最高な昼ご飯だよ。流しそうめん。私はめっちゃテンション上がったけど、私流しそうめん初めてだよ。すごい。かわいい、2人前頼んだけど。ウェーイ、おいしそう。おお、できた。いただきます。うん、今日は暑くてムシムシしてるから流しそうめんが最高な時期になってきましたね。去年のこれぐらいの同じタイミングでそうめんでその日本人のすすり方を説明した動画があるでしょ、うんうん、今でもできないです。これもうレナは諦めたよ。10点中3点。これもプラスで注文したね。揚げ餅。揚げ餅。揚げ餅って全国的にあるのかな。教えてください。おい。何？今これ捕獲中だよ。いやもう全部取らないで。養老の滝入り口ここから5、6分って言われたから。YouTuber は大変だよ。やっぱ滝の近くは涼しいね。うわー、すごっ養老の滝だ。めっちゃいい。水量もすごいじゃん。名水100選。それもあった。で、さっきのそうめんはそのここの水を使ってるのらしい。ちなみにタカ泳げないよ。泳ぐの禁止って書いてある。これ名古屋駅のツインタワーが見えるって書いてあるよ。天気がいいと。今日はそんなことある。今日は無理だと思う。結局今日は晴れましたね。晴れてないよ。
明るいよ。俺の晴れ男パワーがレナの雨女パワーを上回って晴れました。ただ唯一あの滝壺で泳げなかったのがちょっと残念。それはもうちょっと有名じゃない滝に行かないと確かに、もっと山奥のみんな誰も来ないような滝に行けば泳げるかもしれないね。社長が戻ってきたよ。ご褒美にヨロのサイダーとキャラメルのソフトクリーム。美味しそう。うん、柔らか。おお。なんかちょっとだけキャラメルだね。でこれローカルのサイダー、多分ヨロの水でできたサイダーなんじゃない？ヨロじゃないよ、養老だよ。養老。ちょっと伸ばすよ、養老。養老はちなみに滝だけじゃなくて、うん、公園もあって、養老ランドとか、テニスコートとかね、テニスとかゴルフコースとか、で私たちはなんかちょっとモダンアートがあるところに向かってる。レナさん、今この坂登ってきたよ。どういうことですか？あっちだった。おい、こんな灼熱地獄の中で歩かせたら熱中症になるよ。はいはいはい、見つけたよ。今養老天明反転地に入りました。これ全部モダンアートでしょ。半分のバスルームがあるよ。半分のベッドもあるよ。どういうこと？お、上にもあるよ。お、本当だ、上にもベッド置いてある。あ、トイレも置いてあるよ、そこに。わかった、そういうことだ。タイトルにもある通り反転してんだね、いろんなものが上と下に。すごいのかすごくないのかよくわかんない。なんか歩いてるけど 何かわかんない。私たち本当に凡人だから全然わかんない。モダンアートがちょっとわかりません。この道めっちゃ長くない？長い。痛い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 頭上つい。Watch out your head。 書いてあったよ。書いてあったね。おめでとう。疲れてた。お、景色がいいかもしれないよ。すごいな。トンネル長い長い。え？ん？え？嘘。嘘やん。やだ。やだ。俺アート嫌い。マジで？見てこれ全部ここオールザウェイゴーイングバックだよ。これね。最悪の私たち。最悪です。出たよ。マジでもう俺サウナ入ってるかぐらいのもうやばいよ。汗疲れた。出た。疲れましたね。いい運動になりましたね。ああ、私たちはこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。